こんにちは。先日、ワイルド小道寺界隈こと、通称 YKK の全体集会にて、小道寺が死んだら PC のデータ消去法案が全会一致で可決されました。翌日、僕の地区の小道寺が行ったとの情報を首に巻いた伝書鳩が、僕の家にタクシーで来たので、僕は三輪車型山岳木馬に、散歩中の野生の怠け者と行動でデッドヒートを繰り広げつつ、昨日行った小道寺部屋内に命からがらピッドウィン PC を見つけるや否や、僕はデータ消去のためにツノチンコ USB を PC にジョイントし、パワーすると PC データが僕の頭に流れ込んできてしまい、僕も行ってしまったではありませんか。サステナブルエロベーターでジジイすぐ行く、通称 SDGs 系 YouTuber ゲルスはい、ということで今回は伝説級の死ぬほどシャレにならない怖い話の中から、優しかったおばあちゃんの狂気を覗き見る祖母の日記という話と、拾った SD カードに恐ろしすぎる霊が潜んでいた拾い物という話をご紹介していきたいと思います。ではいく、祖母の日記。私は幼い頃に父を事故で亡くし、母子家庭で育ったため、相当なおばあちゃん子で、幼い頃は頻繁に父方の祖母の家に通っていました。祖母もそんな私のことを唯一の血縁者ととても可愛がってくれましたが、母と祖母は近年のホリエモンとひろゆき並みに仲が良くなかったようで、一度も祖母の家に上がることはありませんでした。また祖母は息子かっこ私の父が亡くなって以降は毎週日曜に神社へお参りに行くことを日課としていて、私も祖母と一緒にお参りに行くことを毎週の楽しみにしていました。そして祖母はお参りの際に決まって深々と礼をし、長い間目を閉じてお祈りをしていたのですが、私が何をお祈りしていたのと聞いても、祖母はにっこりと笑うだけで一度も答えてくれませんでした。またお参りの際、毎回鳥居の間に挟まりながら二人を笑ってお見送りしている麒麟仮面がいましたが、ガン無視されていたとのことです。話は変わりますが、私は幼い頃から霊感が強く、頻繁に金縛りに遭っていたほか、お腹を針のような何かで刺されるなどの霊症に毎日襲われており、不眠症に悩まされていました。そんな私を見た母は、私を霊能者のところに何度も連れて行ってくれましたが、高額な代金を請求されるにもかかわらず、一向に良くならないため、やがて私は霊症からの解放を諦めるようになりました。それから時は経ち、私が中学3年生になる頃には霊障はさらにひどくなり、交通事故に何度もあったり、幻覚を見るようになったため、私は精神を病んで不登校になっていました。そしてそんな私を不憫に思ったのか、祖母は母が仕事に出ている間、私の家に来ていつも手を握ってくれました。また当時翔平キッズだった私は、祖母の手をいつもフォーシームの握り方で握り返していたので、きっとアメリカの翔平も笑ってくれていると思います。こうした祖母といる時間だけが辛い日々を過ごす私にとって唯一の安らぎの時間だったのですが、その後も私の症状が良くなることはなく、限界を迎えた私は何度か自ら命を絶とうとしてしまいました。結果としてその試みが成功することはありませんでしたが、心身ともに精神が町の中華屋ののれんくらいボロボロになった私は、やがて祖母とのお参りにも行けなくなってしまいました。そのまま月日が経ち、私が中学校を卒業してすぐの頃、唯一の支えだった祖母が他界しました。私はしばらくの間、祖母の遺品を抱きしめながら泣き続ける日々を送りましたが、そうしているうちにだんだん霊障が起こらなくなっていることに気づき、そのことを電話で友人に話すと、友人はおばあちゃんが全部天国に持って行ってくれたんだよというので、私はまた大泣きして祖母に感謝しました。なお、この時天国行きの祖母がキャリーバッグに霊障を詰め込みすぎた結果、大好きな卵ボーロが粉々に散ったという説がありまーす。それから1年が経った頃には霊障はすっかりなくなったため、心身ともに回復した私は学校にも行けるようになり、楽しい日々を送っていました。そんなある日、祖母の家が引き払われることになり、私は荷物の整理をするために祖母の家を訪れました。そして押し入れを整理していると、風呂敷に包まれた祖母の日記が何冊か出てきたため、日記を開いて中を確認してみると、その日記は父が亡くなった日から書き始められていて、毎週日曜のお参りの日に更新されていることが分かりました。さらに内容を確認してみると、不慮の事故で亡くなったと聞かされていた父の死因が、実は自ら命を絶っていたということや、その原因は母の浮気であったことなど、驚愕の事実が書かれていた上、さらにページを進めていくと、私は浮気相手との間にできた子、殺してやりたい、死ねばいい
など、私に対する恨みや怒りが端から端までぎっしりと書き連ねられていました。毎週日曜のあのお祈りの時間、祖母は私が苦しんで死にますようにとひたすら祈り続けていたのです。あんなに長い間、毎週毎週、何年も何年も。その後、私は日記を燃やし、このことは誰にも言わずに暮らしています。拾い物。ある日、デパートのベンチに座ってタバコを吸っていた俺は、ベンチ横に設置されているゴミ箱の中に SD カードが捨てられているのを発見して家に持ち帰りました。帰宅後、俺はエッチなデータでも入っていないかとドキドキしながらノートパソコンにカードを差し込んだのですが、データの内容はよくある家族写真や観光地の写真、キリン仮面おじさんが最高ポーズしている写真などのつまらないものだったので、俺はがっかりしながら次々と写真を流し見していきました。そんな中、突然暗い部屋の中で髪の長い裸の女性の後ろ姿が写った写真が表示されました。なので俺は股間のギアを5速に合わせつつ、ワクワクしながら次の写真を表示させましたが、画面に写った写真は先ほどの裸の女性が首だけ後ろを向いているというひどく不気味なものだった上、本来目がある部分には何もなく、ただそこに皮膚が張り付いているだけでした。俺はなんじゃこりゃ、コスプレイヤーのフォト初中かなと思いつつ、続きの写真も確認してみることにしたのですが、次の写真は真っ黒で何も写っておらず、次も次の次も同様に真っ黒い写真が続き、データはそこで終わっていました。俺はゾッとしましたが、撮影者が肝試しの練習とかで適当に撮ったのだろう、ノリ弁の超マクロ撮影が趣味かなと思うことにして、 SD カードを再利用するために初期化ボタンをクリックしました。するとその瞬間、部屋の電気が全て消えたためブレーカーかなと思い、ノートパソコンの明かりを懐中電灯代わりにしてブレーカーがつけられている玄関を確認しに行ったのですが、次の瞬間、台所の方からカツカツカツと誰かが硬い靴を履いて歩くような音がしました。その音に驚いた俺は、ヒールで脳天踏まれてーという MO 感情を抑えつつも半泣きになりつつ、玄関めがけて走り出し、ブレーカーをヌッと上げました。すると電気は復活し、部屋には明かりが戻ったのですが、先ほどの音の主の姿はありませんでした。この時俺は一旦心を落ち着かせて冷静になるため、ファミマの入店音を全力アカペラで歌い切りました。その後パソコンに視線を移してみると、画面には初期化が完了しましたというメッセージが表示されていて、もう終わったんだという気分になり、パンツヌルヌルのまま部屋中の電気をつけて寝ることにしました。それからどれくらいの時間が経ったかわかりませんが、息苦しさを覚えて目を覚ましました。どうやら起きる寸前まで息が止まっていたらしく、呼吸が荒くなっていて、さらになぜかつけっぱなしにしていたはずの部屋の電気が消えています。そこで俺はアレクサと照明連動させてないのになんで？という疑問を抱いたのですが、その瞬間カサカサカサと謎の物音が聞こえてきました。そこで俺はゴキとか昆虫だろ、嫌いだが怖くはないと考え、目を閉じてまた眠ることにしたのですが、音は次第に近づいてきて、やがて顔の上を何かが撫でてきました。女の髪だ、もしや昨日言ったナンバ秘密クラブの女王様。俺はそう直感しますが、次の瞬間誰と女性の声が聞こえてきました。そこで俺はこっちのセリフだよと思いながらも黙っていると、そのうち音は離れていき、俺はいつの間にか再び眠りに落ちていました。翌朝鏡を見てみると、顔中に耳つばれができていました。俺は会社を休んで病院に行くことにしたのですが、その前にふと気になってパソコンを立ち上げてみると、昨日初期化したはずの写真がなぜか復活していました。この出来事に俺はかなり驚き、一旦その場でオリバーポーズしながら思考整理に徹しました。その後俺はふと思い立ち、例の黒い画像の明るさを調整してみると、どうやら黒の正体はレンズに巻きついた髪の毛だったようで、よく見ると髪の隙間から何者かの目玉がこちらを凝視していました。それに気づいた俺はゾッとして、すぐにパソコンからカードを抜いて近所の神社の境内に埋め、その後は皮膚科に行った後にスパに寄ってのんびり過ごしてから帰宅しました。
なお、その帰宅途中に西洋甲冑装備したキリン仮面に、コロッセオはどちらですか?と聞かれましたが、関わると面倒そうなので交番の方を指差しときました。帰宅後、俺は何か嫌な予感を感じ、恐る恐るパソコンを立ち上げてみると、なぜかパソコンにはカードに入っていた写真が全て保存されていました。それを見て俺は、もう無理、と思い、パソコンを中古屋に売り飛ばし、その後は奇妙な体験をすることはなくなりましたが、それ以来怖くてパソコンを持てなくなってしまいました。ちなみに、たまにポケットに長い髪の毛が入っていることがありますが、気のせいだと思うことにしています。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て SD カード携帯に埋めんなや環境汚染やるかいとブチ切れた新次郎マインドのセクシーな大地は、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。あと他にも色々やってるんで概要欄のチェックもよろしくです。終わり。